私は文学メジャーに属しておりまして、佐野義則と申します。文学でありまして、で授業の、組織としましては、西洋の、古い時代の文学から現代に至るまでですね、そして、日本の、これも日本の古典文学から現代に至るまでですね、かなり広くカバーする授業を用意している、そういうメジャーなんですね。そして、それぞれの授業におきまして、それぞれの各国の文学ですね、で代表的な作家たちの代表的な作品をもうカバーするような、そういうような授業の形態をとっています。ですから、全体的にこう文学に興味があるんですね、本を読むことが好きな人に、非常にこう適しているメジャーだと思いますね。文学っていうのは、それぞれの作家がそれぞれの関心を持って、ですね、対象を描いているんですね。でその関心の持ち方が非常に多様であるということなんです。でですから、ただ単にこうですね、ある物語を、描くというだけではなくてですね、その背景には、各時代のですね、政治状況であるとか、あるいはその時代に主流であった思想とかですね、あるいは宗教とか、あるいはその社会の在り方ですね、でさらにはその家族の在り方とか、そういったようなさまざまなバックグラウンドが作品に現れてきているというわけで、文学作品を楽しむ、あるいは文学作品をさらに一歩進んで研究するということは、これはですね、本当にさまざまな分野の関連領域にその関わる学びをするということになりますね。ある意味文学作品を読むっていうことは自分自身を発見するっていう、そういう意味があると思うんですね。ですから、まずはですね、文学作品の背景にある、文学史ですね、自分がそれぞれの方がですね、ご関心のある、その世界の地域とかですね、あるいは時代とかについてのその背景にある文学史についてある程度の知識を持っていただくとともにですね、その自分自身の関心と、響き合うような作品に出会うっていうことが一番大切なんですね。ですからそういう意味でも、いろんな作品をですね、読んでいただくと、その中でこういうような作品が自分にとってはとっても関心があると、それさっき申し上げましたように、なんか自分自身をこう映すようなですね、さらに一歩踏み込んでいけば、この作品は私のために書かれたものかもしれないっていうような、そういうような作品に出会うことが一番の、その人にとってですね、文学体験の最高の形態だと思うので、そういうものを目指してですね、さまざまな作品に挑戦して、いろいろ読んでいただきたいと。でその前提として、文学史的な背景を持っていただくといいんじゃないかと思いますね。文学メジャーっていうのはある意味で、このリベラルアーツ教育のですね、本当に典型的なメジャーなような気がするんですね。ですから、一つの分野にこう専門的にですね、集中するだけではなくてですね、こう広やかな関心を、養っていただいてですね、でそれを高校生のうちから養っていただいて、その上で大学で、そのさまざまな、その背景の知識とともに文学を学んでいただくようにするといいと思います。そのような、心の準備をしていただくととてもいいと思います。